はい、こんにちは。占い評論家の岡田です。今日は長期記憶の話です。宣言的記憶と手続き記憶というのがあります。宣言的記憶、エピソード記憶ですね。そういえばあそこのね、村に昔行ったことがあったなとか体験ですね。それからあと意味記憶ですね。何かこう、やっぱ意味を考えると、意味が理解できると記憶できる。だからやっぱり理解しての記憶っていうのがまあ大事になってくるっていうことになるかと思います。それから手続き記憶というのは、まあ、体でね、覚えているもの、まあ、料理の作り方とか、そういったものですね。まあ、体で覚える、五感に染み込ませる、まあ、音読する、手で書く、こういったことも非常に記憶には重要ということが言えますね。あと、まあ、その体験もね、非常にインパクトが強いと非常にいいと言われますし、やっぱり母暗記っていうのはそうですね。持つ人で高校1年までですかね。大体の人は中学2年の途中で母暗記はできなくなってしまいます。で、中2の途中ぐらいから意味を理解しないとダメって、頭のシステムが変わっていくって特徴がね、ありますよね。だから、まあ、母暗記はだんだん脱却しないといけないっていうね、風に脳は変わっていくようです。はい、ではまたアップいたします。